はい、アフリカです。本日はですね、よくお問い合わせの方をいただくんですけども、うちの商売と全く関係ないんですが、私が使っているグロックについて、ご紹介してみたいと思います。私の方が、今使っていますタクトレですとかサバイバルゲームの方で使ってますメインのセカンダリーというのは東京マルイさんの方で、発売されてますグロック17ですね。一番最初に発売された通常の、モデル17の方になりますね。こちらを、サバイバルゲームやタクトレを行うことで感じましたことを元にカスタムをしています。外見の方から見ていただきますと、今、ライトの方は装着してますね。これはシュアファイアの X300 になります。あとは、オーシャンさんの方で今発売してますけれども、サムレストですね。このサムレストっていうのは、グロックを構えた際に親指をここに置くことによって、安定をさせようというアイテムですね。でこちらも種類が何種類かあるんですが、これはおそらく一番このビーバーテルが長いタイプになってます。これを装着しています。あとマガジンも、装填する際に、装填しやすいようにマグウェルですね。これはエアガンの、カスタムパーツを販売されてます、シューターズデザインさん、こちらのものが装着されています。一番お問い合わせよくいただくのがこの、フレームの方ですね。どういうカスタムあれをやってるんですかってよくお問い合わせいただくんですけれども、まず使ってますフレームは、ガーダーさんの、フレームですね。でこれの前面の、フィンガーチャンネル、あとバックストラップ、この部分をルーターを使って削り取ってしまってます。なおかつそこにステッピングを打ってます。このステッピングは自分でハンダゴテを買ってきて、ハンダゴテの先端に刻みを入れてワッフルタイプの今ステッピングを打ってます。以前は通常の先の細いハンダゴテでこう筋を入れるような、タイプですね。BTC がやってるものをやってたんですけれども、非常に自分でやってて作業に時間がかかってしまうっていうのがあって、どうやったら早くできるかなって考えた時に、そのハンダゴテの先端に刻みを入れて、それをハンコのように押し付けていくという方法でステッピングを打ってます。これですと通常のハンダゴテの先端細いもので筋をつけていくよりもおそらく時間的には半分ぐらいの時間でできちゃうと思います。こういったステッピングを打つことで例えば素手で握った時にも汗をかいていても滑りにくい、でしっかりグリップができる。で通常こう力を加えてグリップしますと、この人差し指の動きっていうのが悪くなるんですね。人差し指の動きが悪くなってトリガーを引こうとするとよく言われるこうフリンチが出たりするんですよね。ですのでそれほど力を込めて握り込まなくても十分グリップするこのステッピングが入っていることによって射撃のアーキュラシーも上げていくことができるという効果もこのステッピングにはあるそうです。で今これグロックっていうのはこの重心のラインとグリップのラインが非常に近いことで射撃した時のこの反動っていうのが抑えられているんですけれども、それをさらに握る際になるべくこのスライドに近い部分まで深く握り込もう、これをハイグリップっていうんですけれども、ハイグリップしやすいようにトリガーガードの基部の部分を削り込んで、ストロングハンドの中指がですねなるべく上に持つことができるようにっていうふうな工夫をしています。あとはですねトリガーガードの先端部分、今ハンドガンの握り方っていうのも昔はこういう感じが、多かったと思うんですけれども、今はもう全体的にこう銃を包み込むような握り方っていうのが推奨されているようですね。でその際に深くこれハイグリップしてますので、こっちの左手もなるべくであれば深
深く持ちたい。そうするとこのトリガーガードのこの部分に削り込みを入れていることでこれも深く持つことができるというような工夫ですね。これはあのサットマガニーさんの方でグロックのカスタムをやってるエレンさんがやられているカスタムの真似をしてみました。ただ実際にあのホルスタードローから練習をしてみますと、うまくこう手を合わせた時にここに指が入らなかったりっていうのもあるのは事実ですね。それは練習次第というところですね。ここの失敗を取るか、それとも射撃の精度を取っていくかってことであれば、練習することにこれができるようになるんであれば射撃の精度が上げられるんじゃないかなって考えています。体験的なところはあとは、今フロントサイトとリアサイト、これはあの日本のハニービーさんの方から発売されてますXS サイトのタイプなんですね。通常のノッチタイプのサイトと違いまして、リアサイトのこの線の部分にフロントサイトのこの大きなドットを載せる、いわゆるあのペロペロキャンディーのような形状にして狙うというものになります。アメリカのタクティカルスクール、タクティカルレスポンス社のジェームス・イエガーさんが YouTube の方でこれの CM をやってるんですけれども、非常にあの素早くサイティングができるという面が利点なようです。実際にあのセカンダリーを使う機械っていうのが、遠い距離っていうのはまあハンドガンではなくて、いわゆるプライマリーのライフルを使ったりするんですけれども、近い距離で敵と遭遇してマガジンチェンジをして射撃をするっていうスピードと、セカンダリーを抜いて即射撃をするっていうスピードを比較してみた場合に、やはりあのセカンダリーを抜いた方が断然早い場合っていうシチュエーションがたくさんあります。そのことを考えると、まあエアガンで言ってしまえば20メートル以内の距離でトランジションをして素早く狙うっていうところの時には、このサイトっていうのは非常に使いやすいんではないかなと。実際にそういう面、シチュエーションもゲームの中でありましたし、タクトレの方でもやってみましたけれども、そういう時にはこのサイトっていうのは非常に効果的だと